武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学文学部の2016年度の入試について話していきたいと思います。まず早稲田の文学部ですが、傾向に関しては大きな変化は特になかったですね。まあ例年通りの対策でやっていけば十分対応できるかなと思います。という形なので、では今回 の問題についてそれぞれ話していきたいと思います。まず英語からですね。英語が大問5題、で、まあ、読解、読解、読解、会話文、読解プラス要約っていう形になってますので、まあ、これは非常にやはり量が多いですね。まあ、文学構造と基本的に文学部は傾向が似ているので、まあ、同じような形になるんですけど、まあ、スピード勝負プラス文の難易度がやっぱりちょっと難易度上がるっていうのがあるので、まあ、早く正確にむずい文章を読めるっていう練習ってことで、やはり重要になってくるのは、まあ、ポレポレ、やリンガメタリカなどの、まあ、速読なり、精読強化系の参考書、プラス、この、過去問のやり込みですね。で、まあ、一個一個の文章自体が、長いものもあるんですけど、短いものは300ワードいかないようなものも、複数出てくるので、ってなるとですね、手短に要点を掴んで読んでいくってことができないと、要はその、長い文章で長文が1、2題出るっていうのと、短い文章でいっぱい出るっていうのは、またちょっとやり方が変わってくる部分があるので、そこでちゃんと一個一個の短い文章で要点を掴んで、それぞれの内容に合わせた読解ができるかっていうのがあるので、そうなると、知ってるテーマであればあるほど理解は早くなるっていうのはあるので、まあそういう意味でリンガメタリカは結構、重宝するんじゃないかなと思います。まあこのあたり、説問そのものに関しては、割と、ちゃんと読めてれば、まあ、いけるかなっていう問題が、まあ、結構多いかなとは思いますので、まあ、ここに関してはしっかりですね、読める練習を、しとくことが、大事かなというふうに思います。まあ、要約力がかなり大事だという形ですね。はい。で、要約問題に関しても、これに関しては正直結構やっぱり文自体の難易度もそこそこ高い、内容にはなってますので、まあその読解プラス要約練習を、まあできれば先に日本語でやった上で英作文プラス要約英語での練習って形で、まあ、やるのが、重要かなというふうに思います。まあ、なので、基本的にはやはり要点を掴む能力っていう部分を徹底強化していきましょう。続いて国語ですが、早稲田の中でも国語は分量難易度ともに非常に難易度高めな形にはなってますね。で、まあただ説問そのものは内容さえ読めていれば割といけるような問題が多いので、結局は時間内に読み終わるかどうかの勝負で、プラス過去問のやり込みやって早稲田レベルの読解に慣れてるっていうことが重視されるというふうに思いますかね。で、まあ、漢文が割と長いので、この長い漢文で、ちゃんと読解できるかなっていうのが、重要ですね。まあ、古文漢文の難易度が割と高めなんで、まあ、ここに関してはしっかり読めるようにしていかないといけないかなっていうところですね。まあ、まずはこの時間内に終わらせる練習っていうのを徹底的に、やらなきゃいけないかなっていうふうに、思います。ですかね。まあ、ただ、早稲田レベルの読解にさえ慣れてさえいれば、そこまで、全然問題難しいぞみたいなことで困るってことは、あまりないかなと。ただ、古文、漢文に関しては知識などもしっかり入れておくってことは、意識するようにしておいてください。はい、続いて、世界史、日本史、社会ですね、に関してですが、まあ、資料問題や文化史、などあたりはしっかり押さえておいた方がいいっていうところ、特に美術作品が、毎年出てくるので、この美術作品は押さえておかなきゃいけないかなというふうに思います。なので、まあ、写真ですね。資料集などちゃんと用いて、写真などのテーマでちゃんと押さえるようにするというところ。で、まあ、あと、日本史では古代史が結構出やすいっていうところがあるので、まあ、原始とか、平安とあたりの古代、のテーマでちゃんと押さえておきましょう。で、まあ、文化史、ですね。まあ、これはさっきも言ったように、写真が出てくることもあるし、あとテーマそのものの切り口としても文化が関わってくることは結構多いので、まあ、図説だったり、まあ、資料集ですね。このあたりをちゃんと使えるように、しておきましょう。で、まあ、世界史に関してもですね、やはりその図説、資料集、このあたりちゃんと使っておく。用語集などもちゃんと読み込んでおく。で、聞いてくる用語そのものの知識としては、まあ、本当に、基本的な用語教科書に載っているようなものを一通り押さえていれば大丈夫です。ただ、その用語を詳しく知っているかどうかっていうのはかなり重要になってくるので、まあ、正誤問題だったりですね、この辺で聞いてくることが結構多いので、
まあ、そのあたりはしっかり押さえておくように、心がけておきましょう。で、早稲田の多学部の過去問、やはり傾向に似てますので、早稲田の問題は片っ端から文系学部は特にちゃんと解くようにしておいて、ください。まあ、全体的に、まあ、ちゃんと知識があれば解ける、まあ、時間さえ間に合えば解けるような問題、まあ、社会に限らずですね、どの科目も言えることなので、まあ、しっかり練習しておくようにしましょう。以上が早稲田大学文学部の演習となります。